日は松陽学園高等学校の古賀学習センターのレポートにやってきました。今私が来ているのは古賀駅の西口です。古賀学習センターどちらにあるのかと言いますと、あちらすぐ目の前にあるんです。行ってきます。本日お話を伺うのは古賀学習センター長の真中先生です。先生こんにちは。こんにちは、お願いします。よろしくお願いします。先生、1分もかからずにこちらのセンターに着くことができました。とても通いやすいところだと思います。はい、そうですよね、はい、では早速古賀学習センターについてお話聞かせてください。では先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらの古賀学習センターについて教えてください。はい、茨城県の県境にありまして、古賀駅がすぐそばにありますので、はい、まあ、県西地区の生徒はもちろんなんですけれども、埼玉県や栃木県からも最近多くの生徒が通っております。あ、そうなんですね、はい、でこちらに来てみて思ったんですが、建物が綺麗ですよね。はい、すいません、昨年なんですけれども、はい、2018年に古賀駅の東口から西口の方に引っ越しをしまして、で内装も今綺麗なんですけども、はい、これは社会人の卒業生がいまして、はい、全部作ってもらいました。あ、そうなんですか、はい、で実際に中に入ってみて、はい、生徒さんの作品ですかね、絵だったり切り絵だったり飾られていますが素敵ですね。 ありがとうございます。まあ、絵とか切り絵のギャラリーを作るきっかけなんですけれども、はい、今個展などを開く、絵画の個展などを開く卒業生がいまして、大学中もたくさんの絵を描いてくれたので、まあ、ぜひ飾りたいなということをきっかけに、まあ、作り始めました。その絵を見てですね、在校生もたくさんの作品を作ってくれ、すごく交流なんかも増えたりしています。なんかすごく刺激を受けて、そういうふうに新たに始められる方もいるということなんですね。はい、真中先生は、はい、たくさんの生徒さん見てこられたというふうにも伺っているんですが、はい、ここのセンターは長いんですか？そうですね、15年目になります。あ、そうなんですね、はい、例えば先ほどの話のように、うん、アーティストとして活動されている方であったりとか、いろんな生徒さんいたと思うんですが、はい、例えばこんな子いたよっていうのあったら。あ、そうですね、バイクが好きで、はい、ブンブン言わせてやんちゃしてたなんていう子もいたんですけれども。そうなんですね、はい、実際に生徒の方の入学する前までの印象でこういう人が多いんじゃないかっていうような話も聞いたりすることもあったんですが、はい、実際にもいたって。そうですね、はい、まあ、でも結構やる気があって、一生懸命目標を持って頑張るなんていう子も多くてですね、はい、当時家の人に迷惑をかけたとか、なので親孝行したいとか、あとはそうですね、人のためになることがしたいということで、まあ、猛勉強して消防官に受かったなんていう生徒もいたりして、でその消防官になった子は、まあ、在校生のホームルームに来てもらって講話なんかしてくれたりもしたんです。講話で、じゃあ実際にその先輩の 声、はい、先輩の声として、はいはい、お話しされたというのは貴重な経験にもなりますよね。そうですね、はい、ここからは松陽学園古賀学習センター3年生の山本真澄さんと宮口俊さんにお話し聞いていきます。よろしくお願いします。お願いします。まず松陽学園に入学する前のイメージ、お二人いかがでしたか？山本さんどうでした？姉が松陽学園に通ってたので、姉から聞いてた話で自分のペースでできる学校だと聞いてました、うん、はい、宮口さんいかがですか？びっくりするぐらい先生たちがラフな感じで、うん、そう話しかけてくれたんで、なんか気軽に相談に乗ってくれそうであったりとか、そうなんか友達みたいな、はい、先生ですけど友達みたいな感覚です。まずは山本さんに伺うんですが、先ほどお姉さんの話もありましたけど、はい、山本さんはもともと1年生の時から松陽学園に通い始めたということなんですが、はい、入学を決めたきっかけってどういうところにあったんですか？もともとバイトがしてみたかったので、そのバイトが自由にできることと、あと自分のペースで勉強ができるので、はい、その点で学校を決めました、はい、3年間通ってみていかがでしたか？好きな時間に学校に来て勉強したり、あとはちょっとしたことでも相談乗ってくれて、で
この日ちょっと空いてますかって言って聞いたりすると大丈夫だよって聞いてすぐ相談できたりだとかして楽しい時間でした、うんね、またそんな先生たちも頼もしいですよね、はいはい、で何やらイベントと言いますか、なんか行事にも積極的に参加されたというふうに伺っているんですけど、はい、いかがでしたか。1年生の時にウェルカムセレモニーっていうのがあってで、はい、その時在校してた先輩方があの当時新入生だった私たち迎えてくれて、で、まあ、そので2年生の時に先生たちから、まあ、やってみないかって声かけてもらって、うんうん、はい、じゃあまあ1回のつもりだったのが何回かやってて、はいはい、やっぱりやりがいもありましたか。そうですね、やってみると意外に楽しかったですね。よかったです、いい思い出になりましたね、はいはい、宮口さんはこの松陽学園に来られたのは何年生ぐらいの時からなんですかね。2年生からですね。あ、2年生から松陽学園に入ろうと思われたきっかけっていうのはどういうところにあったんですか。もともと全日制の高校に通ってたんですけど、そこを辞めてしまって、はい、で高校行くか行かないか悩んでたんですけど、うんうん、その親の支援があってで通信制のここに来ました。あ、じゃあそのご両親とこちらに、はい、まず見学という形で来たんですかね。そうですね、はい、1回来ました。なんか先ほどのお話だと来た時にすごく先生がラフだったっていうようなお話ありましたけど、はい、実際入ってみてからの印象は変わりましたか。入ってからの方がラフさが増したっていうか。あ、じゃあ本当に気軽にお話をすることもできるということなんですね、はい、でその実際に入ってみて全日制との違いっていうのももちろんあると思うんですけれども、はい、いいなっていう点ってどういうところがありますか。勉強する時間短いんですけど、はい、その社会的な勉強ができる時間が多いな、うん、あ、そういう面はいいと思います。やっぱり自分の興味のある分野も学べてということもありますか ね、うん、そうですね、はい、気になるのはやっぱりお二人の今後の進路だったり目標だったりなんですが、やっぱり3年生ということもありますからちょっと伺いたいんですけれども、山本さんは今後は、今後は地元の会社に就職が決まってて、うん、就職して頑張っていくつもりです。はい、でそして宮口さんも今後は何か進路決まってたり、はい、調理の専門学校に決まってます。きっかけはどういうところにあったんですか。居酒屋さんでバイトをしてるんですけど、はい、そこのマスターに憧れて、うん、じゃ近いところに尊敬できる方がいるっていうのも ね、はい、じゃ今後はその調理の学校に行って目標としては自分でお店を出すことです。楽しみです。はい、先生にまたお話を伺っていきます。先生、先ほどお二人の生徒の方にお話を伺ったんですが、はい、これまでの学校生活のことや今後の目標など本当にさまざまな生徒さんいるんだなという印象を受けました。はい、まあ、入学してくる理由っていうのは本当にそれぞれなんですね、うん、まあ、例えば働きながら卒業資格を取りたいとか、はい、あとは大学進学を目指してるんだけど自分のペースで勉強したいから入学したなんていう子もいれば、まあ、何かしらの挫折を味わってですね、まあ、目標もとりあえず持てないまま、うん、入ってくる生徒さんなんかもいるので、まあ、一人一人に合ったまあ、コミュニケーションをしっかりとって、サポートしていきたいなと思っております。はいはい、そんな先生の今後の目標などあったら教えてください。生徒の子供を生徒として迎えられたら素晴らしいんじゃないかなと思っております。はい、いい夢ですね。はい、はい、その熱い気持ちぜひこちらをご覧の、方にメッセージを送っていただけますか。わかりました。松陽学園高校は一人一人のペースに合った学習ができる学校です。ぜひ足をお運びください。待ってます。今日は松陽学園高等学校古賀学習センターの皆さんにお話を伺いました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。詳しくは松陽学園のホームページをご覧ください。見てねー。